マルジューが入室しました。あ、マルジューさんこんばんは。マルジューがこんちゃスタンプギフトを送りました。こんちゃ、ま、マルジューさんからこんちゃスタンプギフトをいただきました。ありがとうございますね。こんな頑張ってみつかしまった。マルジューが初見です。スタンプギフトを送りました。嘘だいい、ありがとうございます。っていうのも今日はですね、そんなにはやらないんですよちょっとしかやらないということを、まあ、ご了承ください。で、何やるかなんですけど、ちょっと一ステージだけクリアしちゃったんですが、ここですね、毛利のこの秋アナザー。かぼちゃ男が入室しました。あ、かぼちゃ男さんこんばんは。どこ？かぼちゃ男こんばんは。こんばんは。このちょっと読み方わかんないですけど、ズサキ以上って言うんですかね。ちょっと読み方ごめんなさい。ちょっと尖学でわかんないんですが、ここのあの、かぼちゃ男がお疲れスタンプギフトを送りました。あ、今かぼちゃ男さんからお疲れスタンプギフトいただきました。ありがとうございますね。この頑張ってみますか、しまってみました。ありがとうございます。ここをね、レスタが入室しました。あ、レスタさんこんばんは。モーリアナザーを今日中にこさ、あ、こんばんは。今日中にクリアするってわけじゃなくて、ここの、以前、無双ナオトラを、作った時に、ちょっと活躍させる場所が結局ないんだよね、みたいな話をした時に、ここって、その武芸者を多く入れないといけないところだから、活躍させられるんじゃないですか、みたいなことを言われて、ああ、なるほどな、と思ったとこだったんで、まあ、ここをクリアしていこうかなと思ってますというとこですね。ここでその無双ナオトラの力を見せたいという、まあ、それだけですね。ということで、パーティーをでは組んでいきましょう。カズが入室しました。あ、カズさんこんばんは。4っていうか、カズこんばんは。こんばんは。まず、毛利家以外2人までで、武芸者以外2人までで、かつ毛利家以外が2人なんで、毛利家からそこそこ武芸者を出さないといけないですよね。で、まあ、ぶっちゃけた話をすると、まあどうなんだろう。で、まあここにこの人を突っ込むわけですけど、まあ敏将はそこまでいらないんかなって気はしてるんで、まあよだめが上がる系のと、まあまあこれとかでいいかな。はい、こんな感じのーパーティーで行ってみましょうか。マルジュまるで覚えてません。汗まるで覚えていない。まあ、ここでもう一人使えますから、まあ、ヨシキヨさんじゃない、ヨシキヨじゃない、ブキチさんは他の武芸バッファーに変えましょうか。まあ前列バッファーが丸いですかね。あ、というか、まあ悪次郎でいいっすね。アクジロはこっちじゃなくてこっち。じゃあこんなパーティーで行ってみましょう。まあ、このね、秋月さん何もしてないんですけど。まあまあまあ、これで一応、出撃条件は、予備戦力付加で、毛利家が2人までですね。で、武芸者が3人以上ということですので、まあ、これで一応、クリアしてると。で、ナオトラは、こんな感じの特性になってます。まあ、鉛筆と、まあ、ちょっと小言い訳しちゃったんですが、鉛筆と、姿勢無足の勝つ。で、こじみの鬼姫がついてるという感じになっていて。マルコ秋月が出てから条件なくになったのは覚えてます。ああ、なるほど、なるほど。まあ、でもそうですよね、実際ね、多分。一応こんなパーティーになっ、パーティーというか、こういう、スキル構成になってます。あ、モコさんこんばんは。なので、ナオトラがね、こんばんは、活躍できるように、まあ、願いながら行っていきたいと思います。まあ、一旦アイテムなしでいいかなと思ってますが、行ってみましょう。ちょっと厳しそうだったらアイテム使おうかな。A ドットダークが入室しました。あ、A ドットダークさんこんばんは。A ドットダークこんばんは。こんばんは。まあ、うちはね、妙輪じゃない、妙輪じゃない。マルジュさんとかが、モコさんが言うか、妙輪って間違っちゃった。妙球がいるんでね、そこまで大変ではないと思うんですけどね。ボなので。
お、せっかくだから盾を使いましょうか。まあ鬼でもそこそこ70万ぐらいはダメージ入ってますね。うん、素晴らしい。この調子ならなんとかいけるんじゃないか。どうだろう。まあ、あとはここはあれですよね、その秋月が出て楽になったとはいえ、おそらくその、なんだろう、種族相性が入ってしまったのがちょっと厳しいのかなーって感じですよね。武芸アタッカーでなかなか攻撃力で叩けないですからね。あ、間違った。なんとかなってよかった。サクサク。さあ、ボスステージですね。ちなみに誰かいるのかな。毛利家誰もいねえや。オッケーオッケー。シュウレイが入室しました。あ、シュウレイさんこんばんは。確かこここんばんは。ナオトラを活躍させるために今ナザー来てる。確かシュウレイさんにここ行っていただいたんじゃなかったかなっていう、毛利の秋アナザーのステージですね。武芸者3人縛りのステージを今挑戦しております。ありがとう。いや大丈夫ですよ。一旦5人編成で行ってダメそうだったか利用かなっていうか、そんなレベルなんで。まあ、今のところは、なんとかなってるんで。あ、ゆきさん、こんばんは。お久しぶりです。たまにね、配信されてるのを後から気づいて、無双なおとらちゃん、活躍しております。たまにね、配信されてるの後から気づいて、あーと思うんですけどね、ちょっとお久しぶりです。一応今この、まあまあ、武芸者3人以上が必須の、毛利、アナザー、秋アナザーの、ステージで、ここ、鬼と獣なので、武芸者ちょっと今鬼が苦手なんですけど、まあ、うちのナオトラちゃん鬼が得意なので、鬼よだめ系を乗せてるので、ちょっと今それで攻略できるかっていうのを見てるところですね。はい。まあね、久しぶりに来ていただいたんで、まあ、お話を振ると、あれですね。僕は、今ね、ゆきさん最近配信されてるゲームで言うと、FGO を配信されてますけど、そっちは僕は今、積んでおりますと。まだ平安というね。今ね、半額みたいになってるんで、4分の1やったかな?スタミナ。やらないといけないんですけどね。放置してあります。ちなみに、モルガンは引けました。ちなみに、モルガンは引けましたとだけ、ご報告しておきます。どうするのが一番火力が高くなるかな。私もモルガンゲットしました。あ、おめでとうございます。いいっすね。まあ僕あれなんですけどね、ミスクレーンに死ぬほど金持ってかれたんで、まあ、しばらく課金はしないでおこうと思ってますけど。ミスクレーンにマジ死ぬほど金持っていかれたんで、このゲームに課金できなくなるんじゃないかっていうぐらい金持ってかれたんで。さあ、順調に来まして、あと2ステージですね。
さあ今のところナオトラちゃんは十分な火力が出せてる感じがしますが、やはりちょっとバフが少ないと、火力不足感もありますね。やっぱなんやかんやと言うても武芸者なんで、あと気をつけないといけないのはやっぱあれですよね、その武芸者んで受けるダメージが減ってるわけじゃない、そうっす、うん、そうっすね、鬼ボスが心配だと受けるダメージが減ってるわけじゃないんで、そこが心配な感じしますよね。打ち漏らした時がやばそう。こうやってこう盾がね、あの道中揃ってればいけそうっすけど、さあこのステージラストですね。マルジュウさんから足りない戦術家のパーツが届きましたけど、まあ、せっかく出していただいたんで買いましょう。ありがとうございます。よし行こうか。じゃあ特に何にも兵器装備してねえけど大丈夫だろう。よし行こう。マルジュージャベリンで倒してしまわないか心配。マイチとかだったら危ないですね。マイチとかじゃなければ大丈夫だと思いますけど、確かマルジューさん外付け兵器でしたっけ、のみさんは違ったかな、だよね、うん、そうですよ。合成すぎる。でもなんていうか、すごく個人的な話ですけど、最近はあのいわゆる自在パーティーで攻略することが多くなってるせいで、こういう戦いっていうんですかね、このマスを2個使いながらこう攻略していくっていうのがなんかすげえ懐かしいというか、あんまり最近しないよなっていう感じがなんかちょっと楽しかったりして、ここはこっちを使おうかな。よし、これでボスかな。おーっと、来た。来ちゃー、盾。盾来ちゃー。あ、これちょっと待って、まずいかも。あ、これまずいかも。あ、これまずいかも。マルジューさんからプギアスタンプギフトを大量にいただきました。ありがとうございます。ね、この生手面使ってもらっていきましょう。ありがとうございます。クサです。これはクサ。シューレイさんからもプギアスタンプギフトいただきました。ありがとうございます。ね、この生手面使ってもらっていきましょう。ありがとうございます。なるほどね。さすがにもう一回行きましょうか。ちょっとすいませんね。広告流れますけど。さすがにもう一回行きましょうか。あんまり2回もやる意味ねえんだけど。S 評価取ってる。かぼちゃホストさんがどんまいスタンプギフトいただきました。ありがとうございます。ね、こんな頑張ってみるですからしまっておきましょう。ありがとうございます。ではまあ、これでもう丸十さんはいないんで。丸十さんの巧妙な罠来たね。おっと、シューレイさんから。来てますね。来てますが、まあ、一応お借りしましょう。一旦敏捷は買っているので、この人の方が。なんだろう、そのデバフによって勝てたとかではなくなるはずだから、行ってみましょう。まあ、ただね、全然盾がね、できなかったら危ないかもとかいうのもあるんで、ちょっと打ち漏らし鬼とか出る可能性全然あるんで、
非常にありがたいですね、お借りお越しいただくの。こういうバフが少ない時が若干危ないんですよね。今のも鬼に5万ぐらいしか出てなかったですけど、今の人だ、この何やつだったら倒しきれてないわけですからね、5万だったら。これでようやく7万強でしょ。だからやっぱあんまり、やっぱり言うほど威力が出るわけじゃないんですよね。これちゃんとバフ当てれば13万とか。さあ次ラストだけど、そろそろ盾来るかな、どうかな。まあ、盾待ってもいいんですけどね、ちょっとねめんどくさいんで。はい、盾は来ませんでしたね。が車陣が揃っているのでそれはそれで OK と。さあ一発でいけるかどうか。ズドン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 、 14% 残りましたね、今見た感じ。まあでも 14% ならなんとかなったと見ても良さそうな気はする。さっきあのマルジューさんの兵器がなくても盾揃ってバフが入ってればいけたい感じがしますね。マルジューさんから OK スタンプギフトをいただきました。ありがとうございますね。こんな何番手目ですか、しまっておきましょう。カブトヨツカンからも888スタンプギフトいただきました。ありがとうございますね。こんな何番手目ですか、しまっておきましょう。ありがとうございます。はい、ということでね、本日はね短くて中途半端なんですけど、ここで終わろうと思います。ここをねもう全部やる溜まってなかったんだよな。ここがね、あの別に射撃手が不可なだけで、ここは別に戦術家でも何でもいいので、まあわざわざやる必要性もないよねっていうところで、まあここはまあゆるゆる攻略していこうかなと思っているので、また今度ね、同じような武芸者で鬼を叩かないといけないステージとかが、なんかこう出てきたときは、活躍させたいなっていうところですかね。溢れそうだったんでちょっと回しております。いやいやいや、でもよかったな。一応ちゃんと作って活躍できてよかったなと思います。お、継承で減った。マルジューアーユースキル持ちはアナザーで活躍しますよね。うん、そうっすね。でまあそこ今のところ配信でやろうと思ってたんで、まあちょっとだけポスター手出したんですよねでここのここを全部クリアしたんですけど、実は。裏で何気に。まあ、ちょっと一言二言だけそれについて触れるとですね。まあ、鬼ばっかりだったんで、まあ、せっかく作った森近くんを使って攻略してたんですよね。うん。この方ね。森近くん使って攻略してたんですけど、この人なんか、よくよく見るとというか、まあ、書いてるんですけど、全然知らなかったんですけど、この人あれなんですよね、ターン終了時にスキル使うと生命力の 50% を回復するっていうのがなんか何気についてて、これなんか面白い特性だなと思って見てました。他の、ウィキで僕がパッと簡単に、うん、なんかさらっと、検索かけた感じだと、この人以外いなくて、なんかすごいなと思って。今はこんな特性組んでますけど、起死回生系の特性とか、まあ、最悪寿司食って、あとなんかちょろっと回復する、まあ、思ったのは、まあ、しないですよ、絶対しないんですけど、絶対しないんですけど、この崩壊臨機の恩、これって毎ターン生命力が 20% 回復するじゃないですか。うん。これと合わせると、スキル踏んでれば、毎ターン 70% 回復するんですよね。で、あと 10% 回復分をどっかで入手できると、スキル踏んでれば、なんだろう、
毎ターンこう寿司食ってりゃ、なんだろう、壁になるというか。え、寿司って 80% でしたよね。なんかそれがすごいなと思ったんですよね。まあ寿司食わなくても、それこそなんだっけ、今なかったか、あれねあれね、あれをあれすればあれやなと。火力のことは一切考えないんだったら、この悠久のちぎりか、悠久のちぎりつけて、さっきの崩壊臨機のオンつけてすれば、毎ターン 80% 以上になるんで、毎ターンこう起死回生壁になれるんだなと思うと、なんかすごい面白い特性だなと思いました。なんか見ててね、特性っていうかスキルか、もう面白いスキルだなと思って、まあ、あと一枠なんとか火力に寄せれる特性をつけてあげれば、なんか面白運用ができそう、なんか使ってて思いました。うん、まあ、ただそれが、いけるようにリビルドする気はないのでもう明らかにこのトサアナザー用に作ったんで、あれなんですけどね。うん、なんか非常に面白いスキルですよね。なんか使ってて、と思いましたというところでした。はい、まあ、あとターン、ターンの後に回復っていうのもまたなんか偉い感じです。うん、攻撃をすべて受け切った後に回復してくれるから、うん、偉い。それがまた偉い。はい、という感じでございました。お、ということでね、今日の配信もぼちぼちクロージングに向かおうかと思うんですが、じゃ今後のね、配信予定を、まあまあ、いつもなんかやることないかなとか思いながら日々過ごしてるわけですけど、ちょっとツイッターでこんなネタ、なんか、ネタ配信ネタありますかねみたいな、ちょっと募った時に、まあ言われたんが、シュレさんになんか、おっしゃっていただいたんが、表の普通にマックス攻略とかしたらいいんじゃないですかみたいなことを言われたのが一点あったのと、そうそうそう、あと言われたんがそれなんですよね。年表、年表を振り返る配信ってどうですかみたいな。前なんかちらっ少しだけあったんですけどね、昔少しだけやったことあるんですけど、まあそれをやってもいいかなとは思いました。で、あともう一個思ったのは、その年表は年表でも、配信年表を振り返るっていうね。それはね、少し思ったんですよね。僕が配信始めたんが、去年かな？去年の、3月だったと思うんですよね、確か。第1回配信が、紫式部を、お迎えしたいっていう名前の配信、あ、2月か、2月16日が初配信だったんですけど、そっからの、もちろんアーカイブは残ってないんですけど、まあ、どういう配信をしたかは、一応タイトルだけは分かってるので、それを、なんだろう、見ていくっていうのはありかなと。まあ、ただね、ガチャ配信でね、全然ガチャのね、内容は覚えてなかったりもするんですけど、それとこの年表と照らし合わせて、あ、このガチャの時この人が初めて来たんだなとかみたいなのをね、照らし合わせながら見れれば、まあ、それはそれで面白いのかなっていうのは少し思いました。で、あとまあいくつかの配信に関してはアーカイブが僕なんか何気に YouTube に上げてるので、まあ、それを見て、ああそういえばこんなことしたなみたいな。清正祭りね。ちなみに清正祭りはおそらく3月10日ですね。邪気払いの優勝ガチャ。で、その次の日の3月、そっから1週間ほど開けた3月16日に、邪気払いの優勝ガチャを、もう一回挑戦してるっていう気配があるので、そこの2つですね。ちなみに、この2回目の邪気払いの優勝ガチャは、アーカイブをダウンロードし損ねて、確かアーカイブがなかったような気がします。まあまあまあ、そういうのとかもね、見ながら、いろいろ振り返れればいいかなと。思ってます。まあ、またこれはね、今日やるわけじゃなくて、まあまあ、またいずれやれればいいかなっていうと、まあ、あとさっき言った、ご提案いただいてたですね、アナザーやりたくねーって僕は言ってたら、表マックスはアナザーじゃないからやればいいやんとか言われて、
あの、グーの根も出なかったっていうのがあって、まあ、表だとこの辺が残りまくってるんですけど、まあ、だから、こことかですよね。この中途半端にクリアして放置してやるっていうね。まあ、この辺って特に縛りがあるわけでもないので、まあ、サクサクサクっとこう攻略はできるとは思うんですけど、まあまあ、こういう配信も、まあまあ、まあ、時間があるときにやれればいいかなっていう感じですね。丸と花見の時にやればよかったのに W。まあ、それは言っちゃおしめ。まあ、ぶっちゃけだしね、他のイベントと被ってたらできないんですよね。今って、正直な話、やるイベントがないんですよね、あんまり。まあ、もちろん、シナの平定やるとか、まあ、領職も一応、ここ3万ポイントだかな、うん、まで一応終わったんで、まあ、それで少し霊力他のに回せる今余力があるよね。今ハセンがいるからいつでも OK ですね。うんうん、まあ確かにそうですね。まあだから僕もあんまり今おっしゃってるようにいつで今やとね星をにがスカウトガチャから出るんでね、いつ回してもいいかなっていう感じなんで、いつやってもいいんじゃないかなとも僕も思いますし、まあ、線自体が強いですしね、そこらの、まがたな、まあ、武将を当てに行くより、線が当たった方が嬉しいやろっていう思いもありますしね。はい。まあまあまあ、だからそういうね、配信もやれたらいいかなっていうと、まあ、あと、ね、僕がやらないことでおなじみのこれですね。強行戦ね。強行戦ねって感じですけど。マルチュー今月は優しめですよ。でね、なんかいろんな人の配信というかお声を聞いてるとそうなんかなとは思ってるんですけど、今回は何でしたっけ、場所的に言うと強行戦のカガだっけ、カガですよね。カガは去年のちょうど6月22日に放送してるんですよね。で、なんか修礼さんになんか去年のアーカイブ見てますよみたいな。あ、マジですか。なんかね、確か僕の記憶が正しければ僕ちゃんと攻略しなかった気がするんですよね、香川。なんかね、何ルートやってないとかじゃなかったかなと思ってて、僕の記憶が正しければなんですけど、どうだったかな。なんか3時間も配信してるけど、これやったんかな。なんか道中が見える画像ないかな。なんかどっかよくわからんとこクリアしてて、ああ、でもやってるな、ちゃんと。あ、えら。えら、ちゃんとやってるわ。はい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 。あ、そうなんですね。なるほどね。なんか、加賀と、僕がちゃんとやったのって、加賀と、あともう一個が、どこだっけ、あれどこだ、加賀と、山城じゃなくて、あれどこだ、あれ加賀ともう一個、あれあれあれ加賀しかやってなかったっけ、あれなんかやっ、バかな、あれなんかちょっと強行加賀と、ああ、そうそう、ひらと加賀をやったんですよね。で、加賀の方をちゃんとやったのかかな、加賀をちゃんとやった方が、ひらが全部やらなかったのかな、ひらの方が前か。じゃあ、加賀はちゃんとやってた方か。ああ、であれば。なるほど、なるほど。であれば、ちゃんとやってるかも。丸中飛騨は武芸者充実して願って感じかと。ふん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 。
はい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 、あ、そうだわ。そうかそうか、逆か、ヒラが僕何ルートやらなかったんだ。そうだそうだ。だから香川は去年やってるから、去年と同じメンバーでよければ攻略できるんだ。なんか香川って変わったんすか？香川って変わりました？変わってたらちょっと考えないといけない。変わりなしなんですね。だったら去年と同じようなパーティーでいけるかな。確か、あ、そうなんですね。確かあれっすよね、この高須城っていうとこ、最後海流かなんか、ちょっと固めの海流かなんか出てくるやつでしたっけ、合ってます？なんかこっちの今日なんか何ルートはクズ流か、なんか4人編成かなんかで行かないといけない。ああ、そうかそうか、なんか4人編成かなんかで行かないといけなかったような記憶がふわーっとあるんですけど、合ってますかね。丸十4人です。あ、はい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 。だったら今あの丸十さんがおっしゃってたトラ、ゴー姫、悪次郎でフレー薬術かなんかを借りて行ってたような気がします。はいはい、なんかやった記憶がありますよ。でなんかね、途中このここやったかこの山中やったかの出てくる気候魔人は札使って叩くのと、ここやったかな、ここの第一ステージかなんかの一番初めに100機の、首なしがなんか2体出てくるところも危ないから札を使おうとか思って使ってたような。しら、ここか。なんかその2つは覚えてる。なんかそれ以外は札なしでいけたような気がする。確か。なんか首なしに狩られ続けることが多発して、一応ちゃんと。はいはい、ここか。ここ2つだな。そうだ、ここのラストとここの開幕組なし2体が攻撃力高すぎて飛ばされまくって萎えたから札使ったんですよね、確か。ですよね。うんうんうん、そうそう。で攻撃がかぶって吉兆的に厳しい時があって、そういう時に飛んじゃっててダメだったんですよ。そう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 、思い出した。なるほど。まあ、去年と一緒でいいんだったらなんとかできそうなんで、またやりましょうかね、今度時間があるときに。今せっかく、ブースト期間中なんで、まあやれるとしても土日とかちょっと時間があるときになっちゃいますけど。丸十協調は速ので体勢なしだと避けれないなら撤退ですかね。あ、ですよね。そうそうそう。でこの時にあれですよ、思い出した思い出した、武芸家で3兄弟というか、まあ、実は4兄弟なんですけど、が、作ったんですよ。作って、出撃したんですよね。この人が即死体制を持ってるから、そうそう。で、吉兆の出次第でワンキルできなくて、NG だった記憶があるんで、で、この人を作って、なんか出してた記憶があります。これと、まあ、松永さんと、この辺は丸十さんリスペクトの武将多いんで、この毒武功になってる岡部とかね。で、あと、岡部その2ということで、星四岡部も、まあ、いるんですけど、って感じですね。あ、ちなみにね、この星四岡部なんですけど、威圧4を改良しようかなと思ってて、メッキの番頭にしよっかなーって少し思ってます。で、海岸特性今、回帰の誉れ。今、回帰の誉れついてますけど、捕獲の E でしたっけ？あれの、海岸特性つけたら、麻痺無効になんじゃねと思って。まあ、いいかなと思って、それに変えようかなっていうのを少し、今思ってるところですね。キャプテン？ああ、そういうこと？まあ確かにね、キャプテンはね、育ててないんだよな。丸十クリスマス長いし。え、そっち？ああ、あれも麻痺無効ですよね。確かに。これっすよね。トゥルーヒーローと、つけてってことっすよね。トゥルーヒーロークリスマス長いし。
まあなんかね、せっかくだったら、まあまあぶっちゃけ、はいはいはい、まあそれでもいいと思いますけど、まあなんかせっかくだったら 100% 物理壁にしときたいかなと思って、この人一応今あれなんですよね、非物理ダメージだけで考えると90% 壁で、まあ、プラス盾なしで 100% なるっていう 100% になるって感じだったんで、まあだから威圧4のところをだからさっき言ったようにメッキの番頭に変えて、で回帰を捕獲に変えてさえしまえれば、まあ、100% 壁は維持しつつも、まあ基本的に中列に置くっていう、うん、そうですね。でメッキの番頭で捕獲つけてって感じかなというのを少し考えてました。うん、まあまだちょっとね、この素材がそもそも触ってないんで、まだつけるまで余力がないんですけど。割り中改善で 100% カットにできるんで。ですよね。どなただったか忘れたんですけど、星三武将につけて、かつ、それにも捕獲をつけて、あと三多帽、あとそうそう、で、三多帽を被れば、みたいな話をされてる方がいて、あー、なるほどなーと思ったんですけど、まあ、うちの人だとでもあれなんだよなーと思って、盾なしないと、そう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 、装備できないんだよなーと思ったんですけど、まあ、よくよく考えたら、星4だと海岸だけで済むんで、いいよなーと思って。で、物理壁って考えたら、そういえばこの人がいるわ。ですよね。ごめんなさいね。どんどん会話が進んでいっちゃって。と思ってね。そういう風にもしかしたらこの人はいずれ、特性を、書き換えてしまうかもしれません。特性でか、海岸かな。変えちゃうかもっていう風に今考えますってことですね。はい。で、あと、そうですね。まあ、それが、まあ、今後の配信の予定で、ですかね。まあ、なんで、ちょっと、次回はいつにするかなってとこなんですけど、まあ、予定としては、加賀の課外授業。一年ぶりの加賀の課外授業。なるほど。いいっすね。ちょっと考えて、いや、実際ちょっともうちょっと考えてみて、上野はね、上野っていうかね、光介はね、やるかわかんないですけど、まあ、香川、まあ、いずれ、も、香川の課外授業っていう前回タイトルで配信してたんですけど、まあ、それをまあ、一年ぶりに、ね、やってもいいかなっていうところと、まあ、思って、なるほど。なるほど、なるほど。射撃はね、ちなみにこんな感じですけども。そうですね。まあ、そこを、表の、マクツの攻略、勝った長母。表マックスの攻略とかも、まあまあまあ、ぼちぼちできればいいかなっていうのと、まあ、さっき言った年表の振り返り配信ですかね。うん。をやってもいいかなって感じ。あと、まあ、あれですかね。どうなんだろう。前もやったことあるんですけど、なんか最近皆さんがやられてたからっていうのもあって、手持ちさらし配信をまたやってもいいかなと思うんですけども、アーカイブとか基本的に残らないんで、このサイト。YouTube とかでやってれば別なんでしょうけど。まあそういうのをまた、ちょっとだけやってもいいかなっていう感じですかね。でもやるとしてもそれも、ちょっと時間取れるときに、有識者に来ていただいて、また特性を聞きながらね、それこそマルジューさんとかに聞きながら、特性考えながらできたらいいなと思うんですけどね。うん。まあみたいなことも少し考えてますってことですかね。配信に関しては。はい。あと言っとくことあったかな。まあ、あとツイッターでは、ちらっとつぶやいたんですけど、うちも、ヨシテルさんが、星5昇格しましたという、感じです。マルジューさんから神スタンプギフトいただきました。ありがとうございます。ね。こんなの頑張ってもいいですか？しまっておきます。ありがとうございます。まあ、この人、神というか、ボス特攻持ってますからね。3パーってと思いますけど、5パー欲しかったなーっていうね。ヨシテルさんは、まあ、ツイッターでも言ったんですが、僕が201X、出て、しばらく出て、僕サボってたんですよね。そうそうそう。5円符ついてるっていう。レア特性ですけど、今だったら変えてもいいかなって少し思ってますけど。で、サボってたんですけど、出てしばらくしてから。だから僕は、真田ソードとか持ってないんですけど、
まあ、でこの人が1周年の時にあの来てニコ生で来て、それで、まあ、僕ヨシテル好きだったんで、もともとそれが来たということで僕復帰したっていう流れがあったので、まあ、この人のおかげで僕はこれをゲームに復帰したようなもんなんで、まあね、あのちゃんと育ててあげたいなとずっと思ってたんですけど、まあ、なかなか当時やっぱなかなか海岸とか進められなかったんで、まあ、後回しになりましたけど、ようやくね、あの星5にというか、まあ、海岸50にできて、星5にできましたというところです。まあ、僕うちの舞台ではまだまだ現役でね、あのハマるステージを使ってますし、これでヒダなんてヒダまあそうですね、まあ機会があればやりたいですね。まあヒダ来るのは1年後というか来年の2月だとかだと思いますけど、またね、できたらいいですね。はい、感じかな。はい、ということで本日言うことはそれぐらいかな。うん、なんでまあ次回配信内容というか配信ネタはまあちょろちょろありますけど、まあいつやるかっていうのは特に決めてないので、またね、お時間とタイミングね合えば来ていただければと思います。ということで本日はこれで終了したいと思います。皆様本日はありがとうございました。では失礼いたします。はい、マルジュさんからお疲れスタンプギフトいただきました。ワイジャさんギフトもいただきました。ありがとうございますね。こんな生手目ですかね、しまっていきましょう。はい、皆様お疲れ様でした。ありがとうございました。ではでは失礼いたします。バイチャ。